はいさい、ちょっと僕一つ今悩みがあって、結構でかい。歯が汚いってことなんですよ。歯が汚い。別に並びとかは別にいいんだけど、歯にステインがついてて汚いんですよ。この中心がしかも見える場所、ど真ん中の歯の上の歯のここ、ね、歯茎っていうんですかね、歯茎が汚い。ちょっと後から見せるんですけど、理由が一つ明確になって、多分ね、僕カフェオレが好きなんですよ。カフェオレ一番これが好きなんだけど、カフェオレとかミルクティーとかそっち系で、これ飲み始めたきっかけが、昔にバイトをしてた時にバイト先の先輩たちがボーリングがめっちゃ好きで、でボーリングに連れてってもらったと。でその時にそのバイトがスーパーのバイトだったんですけど、スーパーでこのカフェオレを買ってそれを持ってボーリングに行くっていうのを週5ぐらいでやってたんですよ。恐ろしい話。そうで、スーパーのセールでこれが入りやすいんだよね。某沖縄の某有名スーパーなんですけど、98円とか88円とか安い時になって、これにストローを刺してそのボーリングしながら1リットル全部飲むっていうのを、集合でやってたんですよ。そっからスタートして僕のそのカフェオレ系人生は、そっからほぼ毎日、少なくとも3日に1回ぐらいは飲む、ね、コンビニ行ってもカフェオレ飲むし、ミルクティー飲むし、スーパー行っても必ず買う。こういうカフェとかね、とか新しいもトップバリューのやつを試してみたりとか、ローソンのやつを試してみたりとかっつって、カフェオレとかミルクティーっていう感じで、多分飲みすぎた結果なんと、約19ぐらいのやつでバイトだから、10年以上そういうカフェオレ生活というかカフェイン生活、ステイン生活をしてるせいだと思うんだよね。なんでかなり染みついちゃってると。ちょっと見てもらいましょう。汚いですけど申し訳ございません。ご了承の上見てみてください。見えるかな、鼻の毛が。歯は全体的に黄ばんでるんですけど、黄ばんでるのはそんなに不健康と関係ないらしいんで、いいんですけど、こっちのね、隙間が見えるかな。ちょっと編集上ズームするかもしれないですけど、ここがさっきに汚なんだよね。見える？ちょっとピントが合ってるか見えないんだけどさ、ここ。そうなんだよね。そう、ステインだと思う。僕、タバコも吸わないし、コーヒーもそんなに飲まないんで、多分カフェオレとかミルクティーとかそっち系の入ってるよね、おそらくね。なんかそういう色素が沈着してるんだと思いますね。だからそれを歯医者さん行って治るのかな。ホワイトニングって一応自由診療であるみたいなんで、それをすれば最悪なるのかなって思いますね。でも保険が適用外だからお金は結構かかるかと思います。まあでもさ、ここ大事だよね。歯って結構見た目に影響するし、しかも目の前だから。これがさ、端っこだったらどうでもいいじゃん、別に見えないから。だけどここ前はだから絶対見える場所なんだよね。だから良くないかなって、これは何かしたいと思いますね。ちょっと歯医者さんに行って、あと虫歯もあるんだよ。ここの辺にね、多分痛いんだよね、歯磨きしてたら。だから虫歯もあるからさ、虫歯も歯医者さんなんてもう何年も行ってないから、その辺も見ながらちょっと歯医者さんに行って虫歯治療してもらって、この歯のステインどうにかできないかっていうのを相談今からしていきますね。歯磨いて準備して行きましょうか。場所もね、いまいち情報がなかったんでネットで適当に探しました。で、レビュー的にいいやつに行こうかなと思いますね、一応。全部いいところだと思うんですけど、わかんないんで、レビューがいいところってなったら、この愛の里歯科診療所ってとこが、割と件数6、いや、あんまほとんどないんだけどね、ほとんど横並びなんだけどさ、レビュー自体は。一番レビューが多くて、多いって言っても6件なんだけど、6件で評価が 4.2 だから、かなりいいのかなと思いますね。おそらく沖縄で唯一の名医がいる歯医者ですって書いてます。だったり、スタッフの方が全員優しくて素晴らしかったですだったり、あとは小学生の時から通っていて先生が面白くて冗談を言ったりする受付の姉が優しい、歯科助手の方のたちの優しい冗談も言い合えるので通いやすい、治療や対応が早いと思います。なんかいいでしょ、なんとなくレビューが。なんでちょっとこう行ってみようかなと思いますね。ようやくお尻の病気終わったら次は歯って、歯は多分すぐ治るんじゃないかなと思いますね。多くても2、3回外来行けばできるかなと思うん で、最近電動歯ブラシも買ったんで歯のケアもしていこうかなと。
大事ですよね、結構ね。歯はさ、歯見るって人もさ、何人か会ったことある？女の人で。どこ見ますかって言ったら、歯って言ってたの。なんか健康状態とか、見れたりとか、あとはその人が、その、なんだろう、真面目なのかどうか分かるって言ってたな、その人は。確かにね、毎日やることだし、そこがズタボロだったら、私生活が若干伺えるというか、まあ、良くないですよね、あんまりね。だから、そういう意味でも、直したいなって感じ。あとはまあ自分のケアの仕方も教えてくれるのかな、歯磨きの仕方教えてもらおうかな、ちょっとね。どんな感じでやったらいいのかっていうの。僕も下手くそだと思う、多分。その辺も学んでいきたいなということですね。こっちか。左方向です。あったあったあった。その先、目的地は右側です。見えた。あったあったあった。あ、こっちだね。おお。いい。Google マップ通り。目的地は右側です。右側。お疲れ様でした。どこでもいいのかな。到着。ここで止めましょうか。開いた。はい、今掃除してもらったんですけど、うん、この隙間もちょっと埋めてもらって、あとかつ掃除、なんか細いこう針金みたいなのでガリガリやってたんですけど、そのせいでかなり隙間があるっていうか、上の面、上面のところの深さが全然違いますね。多分ゴミとかついてたのかな、歯石ってやつついてたのかもしれません。かなりこの溝が深くなった感じがしますね。溝があるから結局物が詰まりやすくて、まあ、それを磨きでちゃんと押せてないから、そこから虫歯が進行していくみたいな感じだと思います。虫歯自体は別になかったんですけど、知覚過敏っていうのが一番大きかったのと、あとはそうですね、磨きが甘いっていう感じでしたね。歯磨きをもう少ししっかりした方がいいですねっていう感じ。一応それなりにできてんだけど、やっぱ一部分できてないところが多いんで、まあ、その辺をしっかりやった方がいいねっていう感じですよね。これが積み重なっていったら、そこに菌が繁殖して虫歯だったりとか、まあ、歯周病、歯茎が下がっていって弱い歯の部分が出てくると、そこから歯周病になって菌が骨に移ってまた違う病気になってしまうこともあり得るみたいですね。はい、こんな感じでしょうか。とりあえず帰って見ましょうか。このステイも落ちたんでね、見せますよ。はい、一応大体取れてますね。若干残ってますけど、あと1回行かないといけないので、翌々週かまたやりましょうって。今回は下の歯なんか上下分けてやらないといけないらしくて、下だけやりました。でちょっとおまけでここだけ、あの僕が言ってた、もう何回も言ってるからさ、ここが気になりますって多分やってくれたんだと思う。先にやってくれましたね。でもう1回多分上行って、翌々週か行って上をガーってやったら完了かなっていう感じですね。うん、っていう感じで、ちょっとメモしたんで読ませてもらいますね。言われたことですね、まあ、いくつかアドバイス的なのもらったんですけど、単純に歯茎がこのかかるんですね、僕ね。それは磨き、強く磨きすぎだって言われましたね。単純にこうやって磨いてて、腕ごと持っていくと力が入りすぎて、この歯茎柔らかいじゃないですか、まあ、そこがどんどん後退していくらしいです。でこのカウル部分、この4箇所か、カウル部分が一番かかりやすいと、力がかかりやすいから、この鉛筆持ちにして、あと動きは細かく、なんか大きいこうじゃなくて、こうやって細かくやった方がいいよっていう感じですね。鉛筆持ちっていうんですか。で目安としては、だいたいこの1往復だとしてね、行って戻るが、まあ同じ箇所は20回ぐらいって言われましたね。で歯ブラシはなんかいろんなサイズあるじゃないですかって聞いたら、まあ、普通サイズでいいよって言ってましたね。普通サイズでその同じ場所を20回ぐらいやると。でその歯茎の隙間とか、この歯間、歯茎と歯の隙間と歯間、歯と歯の間が、そこに食べかすとかが詰まって、そこから虫歯、雑菌が繁殖して虫歯になると。だからそこを落とすのが大事だと。だからね、歯茎にこうなんかこうなってるじゃん、隙間があるから、ここに滑り込まして歯ブラシを、でこれで磨いてあげるって言ってましたね。まあ、表面は結構磨けるから、その隙間が一番大事だって言ってましたね。
だから少しグッと45度でザーって要はこうやって歯に対してこうやって滑り込まして磨けようって言ってましたね。うん、そんな感じの指導もしてもらってました。で、虫歯自体は遺伝や体質によるところもあるらしくて、僕の歯自体は元はすごい健康だと、健康的な歯ですねって言ってましたね。なんで、しっかりこのちゃんと磨き方をしっかりしてれば年1回の掃除ぐらいはした方がいいって言ってましたけど、他は別に自分でやってて問題ないよっていう形でしたね。あとはデンタルフロスですね。デンタルフロス使ってその歯間とかの歯茎とかやった方がいいなって言ってました。歯茎に若干押し付けてその滑り込ましてこのくの字に曲げて、歯に引っ掛けてくの字に曲げてだって、それでこう抜く感じで磨くといいですよっていう、まあ、アドバイスもいただきつつっていう感じですね。うん、でも今回とりあえず僕が気にしてたこの前歯の上の歯のステイン、黄色いところ、茶色くなっているところが取れたんで、まあ、ほぼほぼ良かったかなって、目的達成っていう感じですね。で聞いたら、これカフェインっていうかコーヒーとか飲みすぎたらなるんですかって言ってたんですけど、いやそうでもないねと言ってましたね。普通の飲食でもシミとかがついたりすることはあるんだって。一概にカフェインとかコーヒー系、茶色い系の飲み物のせいではないと。お茶とかか、お茶とかコーヒーとかそういった飲み物のせいではないよって言ってましたね。うん、普通につくらしい。で、削るんですかって言ったら、削るって感じじゃなかった、なんかね、溝に入ってるんだろうね。金属の細い針金みたいな、さっき言ったあれでガチガチやってただけなんで、ウィーンっていうローラーとかで回してた感じじゃなかったから、うん、それだけで十分取れたのかなっていう感じですね。うん、意外な知識とか情報をもらえたんで行ってよかったですね。あとはまあ再来週か行って、まあとりあえず今回は終了っていう形ですね。よかったよかった。